オウム真理教による地下鉄サリン事件で殺人の罪などで起訴された元信者高橋克也被告の裁判員裁判がきょうから東京地裁で始まります高橋克也被告は1995年の地下鉄サリン事件など4つの事件に関わったとして殺人の罪などで起訴されました裁判では6人の死刑囚の証人尋問が決まっています高橋被告はいずれの事件でも 元幹部との共謀はなかったなどと無罪を主張するとみられます。地下鉄サリン事件が裁判員裁判で審理されるのは初めてで、40回余りの公判を経て判決は4月下旬になる見通しです。